ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を光り輝く高齢者にする起爆剤の情報を配信しております。今日は2023年9月の19日火曜日です。今日は感動起爆剤学校シリーズを行ってみたいと思います。まず最初は学校、感動起爆剤学校は、楽しい学校と書くんですが、の教科書の中から行ってみたいと思います。今日は、感動創出ショーテクニックの3言葉作りの中からですね、中の3のコピー作りへ行ってみたいと思います。これは和田義也さんの文章です。私はイベント屋と言われています。30年余りイベントを打ち続けてきました。行政が行うイベントですから、固い案内状でも構わないのですが、私はフォルクスワーゲンの広告コピーに感動し、キャッチフレーズ作りにこだわってきました。例えばこんなのを挙げています。何もなし、情けあれば助けてよ。これカタカナで電報帳に書いてある、これが青年友好さんに使ったキャッチフレーズです。上手な人は来ないでください。チャリティーダンスパーティーなんかダンスパーティーを何回もやりましたね。男女の交流の場でもありました。私の町の救世主になってください。これは企業誘致になった時にね、私の町の救世主になってくださいというキャッチフレーズです。そして、これは永六輔さんの応援を受けてやったイベントです。落書きだらけのピアノ購入運動とね、ピアノに名前を寄付してくれた人にはピアノに自分の名前を書くと、落書きをしてメッセージ書いてみるという形で、やりました。落書きだらけのピアノ購入運動、そしてピアノを買った時にですね、やったイベントが4月5日六助七点抜刀900円ありがとうコンサートのをやりました。そして町づくりの研究集団は仮想を逆手に取る会というのを、作りました。そして遊びの学校で自由人学校、自由に遊ぶ人の楽しい学校というね、自由人学校というのも作ってやりました。そして次が技法。イベントの必要条件に合わせてそれぞれコピーを考えます。事業名、節分草祭り、名人市、春一番、春告げる花、春告げる祭りというね、狙い、自然と人間が一体となって咲かせる節分草の日本一の自生地を活用し、元気の産地、総領町の活性化を図ると。人間と自然が元気ですというね。時が1998年3月8日、光跳ねる日、春踊る日というね。ところが、ところ、道の駅リスターステーション、よみがえる駅によみがえる春。主催が老人クラブ連合会総領庁。花より名人一、高齢者頑張る、光る高齢者ですね。高齢者頑張る、元気の産地、総領庁の元気、お裾分け、あったかで懐かしくて、それでただ、てん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 。内容、節分草教室。あなたも節分草博士、博士。節分草ハイキング。春の山里俳句と俳句をかけたハイキングですね。節分草俳句会。あなたの俳句が節分草をクローズアップ。そして節分草写真コンテスト。膝をつき節分草を写し取る。節分草絵手紙コンテスト。節分草絵手紙にして君に問う。名人一、高齢者は高齢者技光る。普通の高齢者、高いと書いて高齢者は光る高齢者技光る。フリーマーケット、総領庁応援団元気販売。
大道芸大会、ショーアップ商売、笑うにショーね、商売笑う、ワルと書きます。大福引き大会、総領長が当たる春の、これがお試しですね、運試し。春を食う会、春月勝負、いざお立ち会いと。蒸気のコピーを束ねて全体のキャッチコピーを作ります。元気の産地、元気の大共演。大共演は響く演じるです。はい。はい、どうぞお願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。今、宅急便の人が荷物を届けてくれました。蒸気を活用してキャッチコピーに続くボディコピーを作ります。元気の産地、総領町は元気です。春一番に咲く節分草の日本一の自生地です。この花は人間が咲かせる花です。この花が絶滅する時代に、この花を守り続けた総領町。生きる名人の高齢者、光る高齢者。そして総領町の街づくりを応援してくださるたくさんの人たち、光る者たちをみんな束ねて届けます。見て食べて遊んで、元気のもとをいっぱい味わいにお越しください。これがコピー作りの例であります。まあこの中に出てきたのはやっぱり高齢者を高齢者にするというキーワードがたくさん入っておりました。まあそんな元気の出るイベントを行っておりましたが、やはり動画も元気が出る動画を配信したいとみやちゃんは思っております。チャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。ごきげんよう。